一物茶碗極みみたいな。はい、ありがとう、いつか先生。軽々優勝ですよ。メンツ変わってくるのは嬉しいね、でもね。おめでとうございます。おー、なめご元服か。早いね。そっか。まだおねしょは治らないのかな、なめごくんは。おー、商業部門各店の品揃えが結構充実してきました。ちょっと雑貨屋見に行こうか。満金路さえあれば、マナ姫のマナ姫にも耐えられると思うんだけどね。この機会にバーンと戦力増強しちゃいましょう。うん。公共部門への投資で、お、相場屋さん、紙ですか。紙なんだ。紙が増えました。いくらかな。お、ヤバキシ様、半年前に相場を張った塩の生産所が届きました。ご報告申し上げます。塩は結構上がってんだよね。3月の塩相場81.99枚の買いで、手数料込み8820両。さて、今月の塩相場は、どうだ。おお、上がった、すげえ。99枚で濡れてる塩の2880両。万歳万歳万歳、嬉しいなぁ。え、これも、儲けの額だよね。2880両ってね。いやぁ、300はすごいね。さて、続きまして、相場変動の報告。買ってよかったでしょ、だから。言ったっしょ、俺。塩は買い気配の25両だか、現在300両。まだまだ持ってるよね、塩。確か。豆は買い気配の13両だか。おぉ、上がった。豆上がったね。まだ100両か。まだ買いだね。お、どんどん上がってくね。麦は買い気配の50両だか。いやー、買うもんですなー。順風満帆ですな。笑いが止まらん。引き続き今月新たな術を習得された方。さやかちゃん、なめご様、泉様、ランカちゃんは覚えなかったが、延べ13種。おー、泉ちゃん結構行ったんじゃないかな。さて、今月は何をいたしましょう。9月か。さやかちゃんの更新、行きますか。さやかちゃん、1歳6ヶ月ですが、健康100だね。中性が97なのが気になりますけどね。自ら体を引き、優勝もしておいて、なぜ100ではないのか。わがままだな。わがまま魔王だな。ランカちゃんとかね、泉ちゃん、結構進言無視して命令してた気がするんだけど、大して下がらないね。この差は何か。ゲットしたチャキとかを売ろうか。十文字ちゃん3700両か。結構高いね。他のは、ああ、足の茶尺、固定名茶入れ。この辺はやっぱ3000両前後ですかね。トンクイズツも同じようなもんか。なんか十文字ちゃんだけ別格だね。覚えておこう。そして売る。投資する前に、品揃えがね、変わっているはずなんだけどね。あれ？大して変わってない気がするな。まあ結構ね、月によってラインナップ変わったりするんだけどさ、雑貨屋でも。あ、そうですか。満金路来ないのかな？もう1ランクかい？商業部門。そうです？武器屋は。おぉ、無限斬鉄。かっこいいな。一番かっこいい言葉だな。世界で。無限斬鉄。ああ、生え切りスロットで見たな。これは黒鞘巻きの刀でいいのかな、読み方。まあ、属性武器持ってっからね。この辺はね、もうね。なぎなた。あ、服がついてるね。虚空一閃。これもかっこいいな。世界で2番目にかっこいい言葉だね。虚空一閃ね。でもまあ、なぎなたもね、いっぱい属性武器持ってるからね。この辺はね、もうね。弓、あ、ヤクモの弓ってあれじゃないか。毒のヤクモさんを解放するための条件武器じゃない？ヤクモシリーズ一つだけ。世界に一つだけあるヤクモシリーズの一つじゃない？ヤクモの弓、8294両か。まあ、神様解放代としては、いいかな。買っとくかい。
今あり余ってるしな。金あるうちに買っとかないとすぐ使い込んでしまいそうだ。じゃあ、薬物の弓一つ買っとくかね。56か。56アップ。さすがに属性武器の方が強いかね。56ぐらいだったらひっくり返すよね、属性武器ってね。薬物の弓は買っておきます。槍。剛装一本、二体天の槍。かっこいいな、名前。槍ねー。179か、攻撃力。あれだよね、俺が持ってる属性武器、水の属性の槍は攻撃力170とかだよね、確かね。ちょっとね、次の世代では槍使い復活させようと思ってんだけどね。何がいなくなるかっつうと、このままだと、まあ、憲法、憲法家ですかね。ここで属性武器が来てたらあれだけど。対局の拳。マッシュ肝掴みじゃん。マッシュ肝掴み、憲法家の武器なんだね。服ついてるし。すごい呪い装備に思えるけどね。大人足の弓の100倍呪い装備だろ、これ。よし、買おう。さやかちゃんにぴったりじゃないかい憲法家の武器って安くていいよね。土、白崩し、たっけ。たっけーなー。やっぱ攻撃力によって、に依存して値段変わってくるから、壊し屋の武器は高いですなぁ。84も上がんの。84だとちょっとわからんね。属性武器の方が強いかなぁ。ちょっと、比べてみる気にもならないけど、25,000両あったら、投資したいね。もう実は大砲、とどろき丸。かっこいい。かっこいいなぁ。単発か。単発以外のさ、大筒はない。あ、三段？連発じゃないんだ。三段か。三段ってことは、範囲攻撃かね。ちょっとわかんないけど、ほー。三段か。前列攻撃とかかね。あ、でも、銃だったら後列にもいけんのかな。まあ、大筒氏のね、指南書をゲットしてからだね。扇も増えてる？扇も属性武器持ってんだよね、そういえばね。オッケー。防具ちゃんは？防具ちゃんは、ああ、槍使い専用か。虎川の腹巻き。織目の衣。13アップか。そこまでだな。これ満点頭巾は持ってましたけど、100万点頭巾もあるんですね。これはなんか俺のネーミングセンスに合ってる気がするな。100万点頭巾いいけど、下がるね。うさ吉の方が強いのか。スメラの兜。17アップか。これ買っといてもいいけどね。ちょっと保留かな。買い勝ち。待望の新武器じゃよ。ほら、マッシュ肝づかみだよ。なんで服なんだろうな。呪いならまだ納得感あんだけど。さあ、もうね、さやかちゃん1歳6ヶ月だけど、ちょっと試してみたいよね、マッシュ肝づかみの威力をね。試しづかみしてきますか。じゃあ、ちょっと最近調子がいい相場ですが、そうか、こっち側に来るのね。麦で終わりかと思っていたよ。まだ3品もあるんですな。紙安っ。紙すごい下がってんだけど。現状で。これは買いということだな。紙買いましょう、じゃあ。99。いや、これね、今ヤバ吉様来てるからさ。ついてるから。いいんじゃないですか。ラッキーボーイ亀吉だから。投資しちまいましょうか。15万両もあるよね。15万いっちゃう？商業部門に。多分上がりゃしないと思うけど。来月もきっと相場で儲けら、使用相場で儲けられる気がするので、いっちゃいましょうか。15万両ババンと。おー、半分ぐらいか。もう15万ってこと？そっか、ちょっと相場屋で頑張らないとな。金吉になりつつあるな、最近。
じゃあ更新ですかね。もうやり尽くした、やるべきことは。実を見とくかい。泉ちゃんが結構言ってるはずなんだけど、2列目の術を結構覚えてきたなって感じかい。早鳥も言ったね。お、萌子も、萌子も言ったか。いいね、いいね。なめごっちは？お、ちぼ、やっと来た。長かったな。これでちょっと安心かな。泉ちゃんも早く覚えてほしいが。さやかちゃんも更新か。複雑な心境だな。さやかちゃんね、体すごいけど、技がもうちょい頑張れればなっていうところなんだよね。よろずや元気様はどんなもんだったっけ。てか今、奉納店って2万6000近くあるんだね。相当見れるな。ちょっと、不動大山様まで見るかい。不動大山様。不動明だな。うわ、体の火がやばいね。えげつないね、俺。ちょっとこわもてすぎるがな。次の方。お！龍馬じゃないの、辰馬なんだ、これ。金商店辰馬様かっこいいね。体の土が高いね。技の土も、ボケすげえな。かっこいいね、辰馬様ね。なんだこの人は。この人はインドラのヒカルさんとついになるような存在だ。ボンピンショー。マスクを外すときっと美形なんだろうな。わかんねえけど。技の火が半端ねえ。半端ねえな。技の火か。火の属性武器といえば、なぎなたですけどね。雷電五郎さんですか。雷電五郎さん強いね。いやー、ぜひ更新相手にしたいな。立ち風五郎さんもか。雷電五郎さんが非常に強いね。立ち風五郎さんもなかなか良いが。あがら親王様。行方不明ですか。月食い、トスケ様は、何を被ってるんだっていうね、ことを言ってたと思うんだけど、色がつくことによってさらに、どんな色なんだっていう、ツッコミも生じている気がするんだけどね。ヤトちゃんってあれだよね。蛇の神様だよね。カラフルだな。やっぱりね、娘の婿選びなので、どうしてもね、父親目線になってしまって、そうなった時にね、この、でかいカラフルな被り物を被ってると、ちょっと世間と感覚にズレがあるのではと不安になってしまうよね。爆炎様レベルなら全然いいんだけど。カシャマル様でしょ？体が非常に強いね、カシャマル様。石猿デーモン、俺のさ、思ってた石猿デーモンさんとちょっと違うんだよね。俺が DVD で見てた人と違う気がするんだけど。まあ、ちょっと猿すぎるよな。まあ、ウキーって言ってたけどね。体の土が非常に高いですね。赤羽天神様。赤羽天神様よく見ると、不景弱いよな。11188点なんだけどね。ハッキちゃん。ハッキちゃん強い。おじさんも解放しに行かないとね。ちょっと待って、キツ様ね。別にね、俺は、まあ、伊沢伊勢丸様とね、なめよちゃんも更新してたりするし、人間じゃなかったらもう、更新相手としてありえないってわけじゃないんだけど、ちょっと持ちすぎる。持ちすぎるし、なんかその、被ってるじゃないですか。頭にくくりつけてるじゃないですか。めでたそうなものを。ちょっと、やっぱ、おちゃらけてるなっていう。おちゃらけてるな、この人はってなっちゃうからね。話したらね、すっごいいい人なのかもしれないですけどね。分かって、俺の気持ちも。でも、あけみちゃんか。ゴズマル様ね。よろずや元気様。技の水が非常に高いですね。技の水が高いから、うまくこれが来てくれれば、ちょっとさやかちゃんのね、お子は、槍使いかなーと。思ったりなんかしてるんだよね。おぼろ原発さんはいいよね。奉納店7000だしね。いずれお世話になることがありそうな気がする。鳴神小太郎様はここか。
行方不明。手丸さんを解放するの結構後になる気がするな。ドドロ信玄様はさっさと解放したいけどね。三つ星京太さん、この辺からちょっと物足りなくなってくるかな。藤郎様は強いけど、ちょっとね、俺の中であまりイメージが良くないんだよね。かわいそうに。国宝岩花さんは未だにありだと思うけどね。じゃあ、よろずや元気様で、いきますかね。よかったな、よろずや元気様がいて。本当によかったと思うよ。じゃあ、ちょっとね、うちの娘をよろしく頼むよ、君。マッシュだけど、マッシュ肝づかみだけど、彼女をよろしくね。いやー、いい人そうだもんね、よろずや元気様。いや、気楽に行こうね。おー。やっぱ、さやかちゃんってさ、キャラ的に、いつも気張ってそうじゃない？全力投球しかできないみたいな。ね、だからさ、逆に行こうよって言ってくれる人がそばにいてくれた方がさ、いいよね。わしも安心じゃよ。よかったな、さやか。どうかな、おこ。あ！青髪女子だ。女子だね。あ、これはなかなか、これは安定して強い子が来るんじゃないか。バランスいいよね。次世代は男女比どうなるかな。お庭のもみじが色づき始めましたよ。ほう。もみじかね、いつかくん。もみじもあるんだね、庭にね。もみじの赤に負けないよう、心もバーンと、燃やしましょう。時々さ、こういうのぶっ込んできてくれるよね、いつか先生ね。あのね、すげえ好き。すげえ好きです。お。半年前に相場を張った塩の生産書が届きました。ご報告申し上げます。さらに上がっちゃってもいいんだよ、塩くん。4月の塩相場100。99枚の買いで手数料込み、18,900両。さて今月の塩相場は、どうかな？おぉ!300?300、変わらずか。変わらず、先月も300だってね。99枚で濡れてで塩の18,810両。万歳！万歳。いやー、疲れるんだよな、万歳すると。さて、続きまして、相場変動の報告。塩まだあるんだけど、もうなくなったか。豆は、下がった。売り先行の13両安、現在87両。そうか。買いか。おー、麦は様子見で値動きなし。先月と変わらず225両。紙はどうだい？紙、お、いいね。いいけど19両だか。なぜ100両までバーンといかないのか。先行き期待の19両高、現在87両まで急騰。以上です。さて、今月は何の仕事からお始めになりますか？さやかちゃんのお子は女の子か、泉ちゃんに続いて、次の世代は女の子の方が多くなるかね。さあ、10月ですが、ちょっとさやかちゃんの健康度を見るのが不安になってくる時期ですが、どうですかね。さやか健康100。さやか健康100でございます。まだまだ元気だね。よかったよかった。案外さやかちゃんが一番長生きしてくれちゃったりして。ランカちゃんも実は1歳4ヶ月か。更新、いつですかね。11月、12月、今10月なんだよね。ヤバキシ様男の子なんで、なんかちゃん女の子だからって言ってあんまり引っ張りすぎるとね、詰まっちゃうんでね。大江山ってどうなんだろう。大江山の先にキツトがいるのかな。11月、ランカちゃん更新。12月に大江山。1月ヤバキチ様更新。かなり更新タイミングが狭まっちゃうけどね、この3人のお子は。まあ、それが安全かな。予定としてはそんな感じで行ってみますか。今月は新ダンジョンに行ってみるかい。新郎チンコンボかな。グレンローからね、最後にした方がいいよな。なんでかわからないけど、最後にした方がいいかなって思ってんだよね。
俺の死んだばあちゃんが言ってた。溶岩系ダンジョンを最後に回せって。じゃあ、真のチンコンボ行きますか。出撃隊は、泉ちゃん以外かな。うん。この4人で行こう。うさきち様、さやか様、ランカ様、なめこ。これで行きましょう。お。首飾り？はいはいはい。技の比がプラス65の首飾り売っとる。陸の首飾りも売ってるね。海の首飾りはないのか。これ買っとこうか。火の、技の火だから、闇の荒神のランカ様ですね。ランカちゃんに装備させよう。うん。ランカちゃん闇の荒神に、さっき買った火の首飾り。アメゴッチは、豪鉄球に、陸の首飾りだな。なんかすごいね、サヤカちゃんの装備の、ラインナップ。巫女の衣に、魔種肝掴みに、頭には鹿の角というね。一見なんか呪術的な要素が、散りばめられてるね。ヤバキチ様はメルヘンチックなのにな。なんだろうね、この差は。相場はどうかね。豆を買うか、紙を買うか、それが問題だ。米ちょっと手が届かない額になっちゃってるね、今ね。豆いきますか。豆いっときますか。おいよ。もう毎月99枚に何かしら抑えてるな。できれば紙も買いたいんだけどね。クソ相場が。1万8000両じゃ投資の足しにはならないかな。あ、そうだ、じゃあ、神農鎮コンボに行くので、説明を読んどくかい？神農鎮コンボ。100年くらい昔のお話なんで、詳しいとこはわかりませんが、当時の帝の弟君が無実の罪を着せられ、葬り去られたことがあったんだとか、嫌な話ですよね。その弟君が神農か、祀られてる。で、輪をかけてをバカみたいな話なんですけど、その魂を鎮めるために造営したのが神農鎮コンボ。そういうことか。ここの鬼や妖怪は総じて土の属性が高いので、術が効きにくいそうです。となると最後は肉弾戦ですよね。おー。うちの家向いてる。うちの家向いてる気がする。じゃあ、行ってみますか、神農鎮コンボ。神農鎮コンボで解放できる神様シリーズ。ということでですね、この毒の薬母様が、薬母の弓を装備した状態で、毒紫とやらに、エンカウントすれば、まあ、解放できると、ということです。ですんで、ちょうどね、薬母の弓変えたので、持っていこっか。ちょうど、ナメゴも、出陣するしね。もしあれだったらね、ナメゴくんの更新相手になる可能性も、なきにしもあらずだからね。ちょっと持っていきますか。あとはね、神農鎮コンボで解放できる神様情報は、ね、今のところ、特に得ておりません。持っていくだけだったら、ただだから。はい。よし、じゃあ、行くぞ。ヤバキチ軍団、出動だ！ヤバキチ、サヤカ、ランカ、ナメゴ。いい軍団だ。神農鎮コンボ、こちらでございますね。まがまがしい。土属性の敵が多いということですが、まあ、行ってみますか。突撃！神農鎮コンボに突撃しますか？はい。出てくるかな？キツト君。来たか。100年ほど前、当時の帝にはよくできた弟がいたんです。弟は民衆に人気がある。いやーとかもう、言わないもんね。100年ほど前から始まってくるからな。後継者争いがあったということだね。弟は民衆に人気があったのか。だから無実の罪で捕らえられ、ここに生き埋めにされた。ひどい話もあったもんだ。そりゃもう、おののみ事に立
で、大慌てで作ったのがこの馬鹿げた大きさの墓ってわけさ。楽しそうだね、キスト君ね。なんかなぁ、こういう感じで話しかけられちゃうと、憎むべき相手なんだけどなぁ。憎みきれなくなっちゃうよね。話しかけないでほしいんだけど。馬鹿げた大きさの墓ね。もちろん見ての通り、回復効果はなかったけど。そうか。そうなんだなぁ。たたりまくってるわけだなぁ、今も。さあ、熱狂の赤い日は、どうかしらね。おお二つ目か。え、でも、すごいね。三連チャンか。三連チャンだよね。ボーガ流水道を、白骨城、そしてここと。いやー、でも二つ目は早すぎるなぁ。活かせる気がしない。しかも未知のダンジョンだからね。早取り、使います？早取りと早瀬の違いは、これは持続時間だけなのかね。移動スピードは変わらないのかな。ランカ様がいいか。あ、ランカ様200超えてんだね、技力ね。いやーん、ランカ様。じゃあ早取り2回ぐらいかね。これでもう16だからね。これで進んでみるよ。あ、これなんだこれ。特にギミックはない。進めばいい？大将いねえな。あ、いた！鉄熊か！鉄熊か。いきなり鉄熊なんだね。サブはなんだっけこいつ。白骨城にいたな。ボーガ流水道も最初はね、シリコ玉大将で様子を見てきてくれたんだけど、ちょっとランクが高い気がするな。野ざらし。この人はあれだよね、白骨城にいたよね。あまり強くないだろう。まあ、鉄熊はそんなに怖がないけど、これは進めないな。ぐるっと回れってことか。はい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 。どうしよう、鉄熊は嫌だよね、熱狂な回避。さっさと行った方がいいな。鉄熊エリアは抜けたいな。黄色ないもんね。黄色なしは勘弁。進むぞ。え？まだ鉄熊だな。あ、もう始まっちゃった。あ、まだ鉄熊なんだよな。はえって二つ目は初見ダンジョンの、あ、なんかでも新しいやつ。お、黄色あるね。堀口県ラーメン屋の名前みたいな。堀口県、堀、拳、憲法家の武器だな。あまり属性武器っぽくはないけど、敵の名前。屋台崩し。今にも、この、木でさ、木で屋台を崩そうとしてるんだろうな。各地の祭りとかを荒らしに行くんだろうな、ここから。許さねえ。子供たちが、楽しみにしてるんだ！祭りよ！よし。浜の弓、堀口。剣。堀口剣、すげえ名前っぽいな。どう？攻撃力74。男憲法家だし、しかも。そうですか。ちょっと鉄熊エリア抜けたいな。ガンガン進んでいっちゃおうか。もう進めよ。鉄熊しかいねえ。あ、萌え亀だ！萌え亀がいる！萌え亀、まだ絶滅してなかったんだね。完全に、飛空大将に取って代わられたのかと思いますか。すっと変わんねえ。岩石落とし。岩石落とし術？棺かじり。棺かじりは棺をかじるんだろうな。悪いな。屋台崩しといい、悪の巣窟だね。どうするかな。あ、よしよしよし。土だ。岩石落とし術じゃない。土か。もしかして、土属性とかついてます？ほら、ついてんだもんな。あ、でも攻撃力だいぶ低いね。岩清水の土に比べて。38も下がるか。ヤバキッザンは技の土どうなんだっけ？微妙に水より高いんだね。火が高いんだな、やっぱな。
まあ岩清水の土の方が良いな。